さあ、ということで、第3試合は、岩切くん対俺。はいはい。ライフは、ライフ5億や。噛みつけ。噛みつけや、お前。自信はそんな賢さだから。賢さだから、それダメだ。デコピン当てろ！よし！おぉ！あー！やばい！よし！あっしゃ、パンチしろ。いや、その程度で、硬いな、ブラックママ。そう。パンチはええねんて。当てろ！しっかり耐えろ耐えろ耐えろ、噛みつけしっかり耐えるんだ。よしよしよし、やばい、意味不明な行動してる。おお、避けた。噛みつけ、やばい、何パンチしてんのお前。噛みつけって、もう全然言うこと聞かない。いや、もうパンチは効かん。デコピン当てろ。よし、当たった。うわ、よしよしよし、これだけ攻撃当たってないね。やばい、やめろ。噛みつけよお前。キック噛みつけもうそのパンチ一発当ててもそんな強くないねん。やばい。ザコザコやんけ。でもやばい、体力的にまずい。なんか当てろ。どっこいどっこい。なんか振れ、当てろ。自信くらえ。うわあ、避けた。え、こどっち？どっちや。うわあ、やったー。こんな接戦。ぶれ。アーロンには噛みついてたやん。意味なかったよ、アロンに噛みついたの。第4試合はクラゲ対しもやか。おお、なるほど。力不足と賢さ依存の技があるのね。教えられてないからな、クラゲはそれを。でこれ力技しかないから火力クソクソなんや。まあでも米津は意外と回避が低いから。ああ、舐められた。うわあ、賢さ高いからね。あ、まずい、意味不明はまずい。今、よし。ここも5目弱えなぁ。全然弱えなぁ。舐められてるやん、めちゃめちゃ。精神的にも。あ、でも避けるな、やっぱり。目が、回が高いから。避けはするぞ、うん。でも当てんのが5点。噛みつきって結構使わねえんで。ガツ。17使うんやで。そこそこダメージある技なんだけどね。それで5点。いや、ジェロダメだ、お前は。うわぁ、ジェロだ。ボコボコやん。ボコボコやん。はい、首く。第5試合は、しもやか VS、岩切くん。あ、よし、ここで勝っとかないと。はい、ここで勝ったら、もう俺は優勝だからね。あ、そうか、岩切くん今のも全勝か。まあ、賢さ技があるから、賢さが結構効くんじゃないかなっていう。ただね、ブラックママ。でも、ブラックママ黒いからな。どういうことなの。よし。よし、ゲンゲン。叩きつくぜ。よし、賢さ技でいこう。防御力無視の。ただ、これ自信無駄なんだよな、自信。よし。やばい、舐めるわ。まずい。うわぁ。これはちょっと痛いな。舐める相手のガッツ切らせるからな。いや、一発当てればな。いや、これガッツで上取られたらちょっとまずいな。ガッツが溜まりにくいからね、ゴーレム系は。そうね、舐めるは痛いけど、なんか当ててくれれば。なんで米系は舐めるの。これは逃げ切れるぞ。逃げ切られるんじゃないかな。いや、こっちは一発当てれば結構でかいはず。一発食らったらだいぶ食らうから。じゃあその距離はダメだ。自信はやめろって。賢さ技やめろ。デコピン当てろ。うわ。まずい。剣を取ってきたいぞ。まずい。米剣に翻弄されてる。行け。当てろ。うわ。その中距離やめろ。その中距離まずやめろ。当てろ。うわ。危ね。距離取れ。距離取ってけ。距離。いいぞ、ヨネケン。いやー、ツバだ。ツバ飛んできた。ヨネケンすごいぞ。新曲ツバキ行こう。当てろ。うわー、くそー。まずい、これはもう終わった。当てろ。うわー、よし。あー、悔しい。いや、よく避けたな、こいつも。オッケー、これで並んだぞ。これでクラゲ以外が全員一生いっぱいで並んだから、そいぞ。第6試合はクラゲ対俺です。おー、ゼロに負けるのは恥ずかしいぞ、海賊王。頑張れ、ジェロ。もうベラミーに負けるようなもんやぞ、ジェロに負けるって。誰がベラミーやねん。うおー、体当たり。おー、引っかき。まずい。いけいけ、噛みまくる。よし。うわー、20だよ。しまった。おいおい、2発でしない、ジェロ。マジでベラミーみたいな負け方やめろよ。かわいそうに。はい、ということで。クラゲさん以外2勝ということで、はい、今回決着つかずということで。なるほど。さらに半年後勝負しますか。多分もっと多分伸びも変わってくると思うから、半年後やるべきだと思いますよ、これは。1年ぐらいの
の方がいいかもね、半年1回じゃなくて。で、一応商品考えたんですけど、うん、1回だけ順番関係なく、うん、今週俺にやらせろって言える週を作るっていう、じゃあワンチャンスもらえるっていう。じゃああれやな、自分の好きなタイミングで修行行けたりとかできんのやな。そういうことやな。そうね。え、今回の場合はじゃあ3人同率やから3人もらえるってこと？その権利もらっときます。うっせやろ、同率やのに。同率やのに3人ともらえるの。じゃあ1位の人が出てからでいいんじゃない、やっぱり。そうね、1位の人が出てからでいいんじゃない。まあね、無理させすぎだよ。みんなぜいぜい言ってるやん。思い切って休憩。それでもマックスちょっと疲れてるか。しまった。俺もちょっと疲れてるな。まだ残ってるんだな、疲れが。じゃあちょっとトリングでやるか。そうだ。大会で勝てんかったのはやっぱ命中が足りんからやから、命中上げるしかないよな。クラゲ330しか持ってないの。そうか。大会の結果が勝ってないもん、大会に1回も。お、急に求めてるじゃん。いいよ、ヨネズ休ませろ言ってるやん。そんなことあんねや。気分嫌だな。休養行きまーす。公式はでも結構先、12月か。じゃあ全然修行も行けるよな。マジですか。修行行こうか。おー、修行か。金がない人は休養ですね。430ゴールドしかないのか。あ、なるほど。シランク以上は修行中増えるのか、忘れてた。へぇ、あ、バージョン増えてるやん。うわ、ランク高っからやった。うわ、超必殺だって。消費があるんだ。修行やめよっか。やめる。どうするんですかこれ。やめる。ここで差開けられるの怖いな。やめよう。でも全然覚えないかもしれないで、結局。いや、やめよう。やめよう。仕事って仕事。仕事ね。餌ね。これ餌は結局何をしたら何っていうのが結果が出えへんからさ、別に。そんなになんか、あれな。金も困ってないし、肉食わせてこう、俺は。基本肉だろ。じゃあ修行。え、俺今月疲れてんのに。俺今月修行安いのよ。マジかよ。お、調子さん行くんだ。さあ頑張れ頑張れ。いけるでしょうね。一人お昼寝。やべ、これだから追いつくまでずっと休養だろ。一ヶ月な。一ヶ月な。やば。ステータス全然わかんないやんけ。修行に参加できないのデメリットすぎるやろ。でけえなこれ。あ、迷子になっちゃった俺。また焼き。あらあら。あ、こっちもや。なんでよ。あ、忘れてなかった。よし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 。クラゲさんか。あ、俺。どうなんしようかな。やべ、クラゲさん休養してくんない？ちょっと死にかけてるから、ヨネケンが。仕事でーす。死んじゃうヨネケン。休養求めろ。サボりたいって言え。あ、頑張らないでいいのに。死んじゃうよ。うわ、やべ、ああ、あ、お、来た、病気になった。やった、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 米津禁止。入院や。入院や、やったぜ。ナイスクラゲ。最悪や。クラゲ全員飛ばすから、またクラゲです。やった。もうじゃあ、ちょっと仕事しとこうかな。全員が無茶すると、こういうことになるな。よし、3週。まだ見つかってない。見つかってない。見つかってない。でか、入院中。じゃあ仕事しまーす。おい、次大会やぞ。見つかれよ。大会出られへんのきついって。いや、ほんとだよな。はい。はい、入院してまーす。あー、帰ってきた。戻ってきた。よし。よっしゃー。ランクアップ目指すか。いやー、KO には注意しよう。死んじゃうかもって言われてるもんな。危ないよね。いや、死亡があればまだわからんからな。死んでくれ、みんな。8! もうちょっと上がったじゃん、でも。おぉ、21! うわ、90%! よけろ。噛みつき、おし、当てれる。当てろ、デコミン。うわ、なんで 80%2 回も外すんだ。お当てろ。0、よっしゃ、生まれ変わったんちゃうか。お、よし、勝てるぞ。よし。ゼロいけるぞ。よし、当てた。やったー。おぉ。あと1。やったー。おぉ、ついに0か。ついに KO。KO ね。てか、疲労マックスの時の大会の緊張感たるやね。取られるわけにはいかないっていう。あ、因縁の相手って強いんじゃん。あ、ほんまや。どっこいどっこいぐらいだな。うわー、これモベド結構力が強いな。
おし、避けろ。避け合いやな。お、いいぞ、あと一発当てろ。おし、当てた。よし、KO。よしよしよし、あ、これやったか、これ。お、いや、時間足りんな、こりゃ。ちょっとミスりすぎだ。よし、次行こう。俺はもうこいつは勝てんねん。前の試合で勝ててんねん、こいつは。え、めっちゃ強いやん。マジ？おい、ミッシェル強いやん。来た、デコビン！よし、来た来た！よし！ミッシェルはね、そんなに硬くないからさ。当てれば絶対勝てるわ。あー、当たってもだ。やばいやばいやばい。パンチパンチ、パンチ当てろ。よし、オリア、当てて、オリア。よしよしよし。ほら、これいけんじゃん、これ。勝てるよ。よしよしよし、いいぞ。ジェロ、いけろ。あ、でもいいな、ジェロ。やっぱ回避上げてるやつ。来てる、来てる、来てる。命中も高いからさ。こんなにジェロが勝てるんだよ、久しぶりで。大丈夫、ジェロ。おお、よし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 、この2機来た。さすが回避の申し子、勝ったで、次は俺ニックキグラニートや。こいつが強かったよな、お前。こいつさ、パワーがあるからさ、あの、下手したら怪我するからな。あ、なるほど。じゃあジェロはこれに勝ったら優勝できる。あ、本当だ、ジェロ優勝あるよ。決定戦や。よっしゃ、さっきと同じやつ。こいつなんか勝ってるからね。ここ全員大事な戦いちゃう。力220の一撃なんか受けたらもうたまんないよ、こんなの。死ぬ可能性がね。そうそうそう、KO されたら怪我するから、もうタオル投げる準備だけど。危ない、受けろ。あ、そこしかない。ギブアップしようとしてるやん。当てろ。死ぬからな、これは。危ねえ。よし、行け、デコピン。よっしゃ、うわ、でも勝てー。チョップ、うわ、相手の方が技多彩だな。キュートで体当たり。よし、デコピンだ。よし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 。だからゴーレムの怖いところだね。ここまで来ても安心できない。押し切れ、デコピン。よし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 。かー、マジかー。あ、やば、死んだかもしんね。うお、いてててて、痛すぎる。強い技がないのよ、一個も。噛みつきやろ、寄って。寄って噛みつきが一番ダメージでかいだろ。あ、そうなの？連打連打、噛みつき連打、連打連打。噛みつきが取って、連打連打。うわ、いい目が行動してる。よし、オッケーオッケーオッケー。キック、よし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 。46か、結構。やべ、勝てぇ。おい、やめろ。やばいやばいやばい。当てていかないと。削られてる、削られてる。配属を削られてるよ。よしよしよし、来たこせ。よし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 。おい、効かねえよ。ゴムだからみたいなやつ。ゴムだからみたいなやつ。ガッツがもうない。めちゃくちゃ村がある。意味不明2連じゃん。いい。これは痛い。で、これ。よし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 よお、うわぁ、さすがに2敗するときついな。励ましや、励ましてあげよう。いやぁ、餌なぁ。これで勝ったから肉をあげさせたいけどなぁ。肉あげたら1000切って修行いけへんねんなぁ。あ、そういうことか。大丈夫か。2000必要なんやっけ。そうか、修行いけないのきついな。じゃあ魚にしとくか、うん。これはもう絶対休みます。もう死ぬ。入院ずっとだな。ゼネケンの入院長っ。何そのじいさん。じいさん来たわ。岩切さんのお宅ですな。探検家をやってるものなんですがな。探検、ね、今回関戸場の北にある土地勘人運の跡を調べに行くことになりましてな。モンスターが必要なんですわ。荷物を運んだり邪魔なものを届けたりするのに。で、今回アートのところのブラックママをお借りしたいと思ってるんですよ。え、期間は1ヶ月。発見物は私が必要なもの以外は持ち帰っても結構。中条件なんですが、どうですかな。貸していただけませんかな。ちょっと待ってくださいね。正直そんなに行きたくないんですけど、もう。
休み、疲れがまだ残ってるし。寿命グーンと減るからね。そう。あ、そうなんや。冒険に行く機会はちょくちょくあると思うんで、今回は見送ります。いや、ここはね、ちょっと疲れが残ってるんで、もう一回お休みします。郵便屋さんが来た。なんだなんだ。あ、やった。あ、帰ってきた。1ヶ月前かかったな。まあ、仕事でしょう。この前の大会で足りんかったのはやっぱ命中よな。命中上げていかないと話にならんな。命中のいっぱい上矢印が欲しいよな。この賢さタイプだったら賢さ命中でいけんの、うん、マジずっこいな。これが有利。そうなんだよね。郵便配達かなりカバーしてるよねこれね。出てくるよね後半。どうなんでしょう。出てきたはずだけどな。いけ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 。よしよしよし、修行行くか。岩切君と差話せるしな。あ、でも1000 でいけんのか岩切君今半額で。そしたらじゃあ仕事行きますか。また休みたかってるやん。休ませるでもちろん。ねえそのお前のだけ自動給与。ずるいなそれ。休ま、じゃがいもで我慢してくれ。先月肉今月じゃがいもってもうグレるやろ。格差激しすぎるって。まあじゃあ仕事ですかね。仕事で、じゃあ俺は休養かな。いやー千じゃ何もできんな。お仕事です。お元気なんでね。うん、あ修行行くか。おっと、でもいいのかこいつに超必殺技を取らせていいのか。でも超必殺技は何なの。しもやかな力系と。いやこれは関係なく、超必殺技はこの修行の丈夫さとか力関係なく、何ランダムで覚える。でも覚えんかったらあかんのが力とか丈夫さだけか。そういうことやな。なるほどね。じゃあやるかこれ。じゃあ俺命中行くか。命中とりあえず上げよう。じゃあ俺も命中行くぞ。命中技をね、すごいわ。結構おちんちんいけない。これ後ろの姿見てる。もうそういう風にしか見れなくなっちゃうから。ほら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 。小学生のちんちんみたいな感じ。そうでしょ。嫌だわ。そういう風にしか見えなくなっちゃったもん。自分のモンスターじゃないからそういう風に見えてええやん。ごめん、嫌だ、嫌な感じがするんだよな本当に。すごいおちんちんみたいだなと思って見たんだけど。いやお前はそれでええんか逆に。お前やろ。なんで岩切君が嫌がっとんか分からんけど。お前やろ嫌がらなあかんの。あ、帰ってきたぞ。無事帰ってきました。頼むぞ。俺もじゃあ3周に行きますね。あー、覚えなかった。あー、覚えなかった。覚えてきた。海賊覚えた。おー、すげえ、海賊王増えた。褒めてあげよう。これはやばいな。うん、何覚えたんだろうね。尻尾ビンタ。うん。命中技だな。あー、A って一番高いんじゃないこれ。S が一番高いね。勝率めっちゃ上がるんじゃん、それ。海賊王。てか、これで力上げたらさ、海賊王もうこの尻尾ビンタだけでいけるじゃん。でもダメージ D やねん。いやでも力あればそこそこは出せるでしょ、うん、噛みつきがダメージ B で、うん、命中率 D やからこの2つを使い分けて戦っていきゃ、うん、なるほどね。いや幅広かったな。何とかなるんじゃないかって。あ、じゃあ公式戦があるので公式戦に出場ということでいいですね、うん、でもさ、でも C の公式戦勝てる気しねえよ。下げてもいいんだろ。 俺らは下げてもいいんだろ。 D でもいいんだろ別に。まあまあいいっちゃいいよ。ダサいはダサいで。いや、一番ダサいのまたいい挑戦してるやつ。いつ上がんねん、いいから。